皆さんこんにちは、ドラマやる六代目です。今日は珍しいかな、はい、イベントの告知をしたいと思います。はい、どんなイベントかというとですね、もうすぐ七夕なんですね。はい、で平塚はですね、七夕祭りが非常に有名でして、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、7月の6日の土曜日ですね。あ、まあいいや、まず七夕自体は7月の今回5、6、7、第1金曜日から3日間って今決まってるんで、5日の金曜日から3日間やるんですね、七夕はね。なのでぜひ、まあ、平塚にお越しくださいっていうのもあるんですが、その3日間のうちのですね、真ん中の土曜日、7月の6日土曜日の夜に、だるま屋としては恒例のですね、浴衣で居酒屋ジャックっていう企画をやります。はい、まあ、思いついたのだいぶ前で、もう何回目になるんですかね、結構やってるんですけど、まあ、浴衣で居酒屋でビールを飲もうってそういう企画ですね。はい、まあ、ビールじゃなくてもいいんだけど、でそのタイトルが、まあ、浴衣で居酒屋ジャックっていうね、はい、名前をつけて、かれこれもう何回、5、6回やってると思うんですが、まあ、コロナの時だけね休んでたんですけど、でまあそれをですね、7月の6日にやるんで、ぜひ参加希望の方はですね来てくださいっていうだけなんですね。はい、まあ会の概要としては、平塚のだるま屋、うちのお店からね徒歩3分ぐらいの、僕はちょっとゆかりのある居酒屋さんを貸し切って、で、飲もうということです。6時半から5500円ですね。はい、でまあ、浴衣で居酒屋ジャックですけど、浴衣持ってなくてもですね、まあ、最悪洋服でもいいんですが、なるべく着物を姿でね来てくれた方が盛り上がるよという感じですね。去年の最後の写真をこうちょこの辺に載せておきますが、去年何人だったっけな、17、8人ぐらい集まったんですかね。はい、で僕も天心がね生まれて1歳になるちょっと前だったんで、10ヶ月ぐらいの時だったかな、こう天使いますけど、まあ、ゴイチもコハも連れてですね、まあ、うちの妻も連れて、まあ、居酒屋で飲むという企画なんですね。はい、で6時半から、まあ、大体8時半くらいにお開きにすると、まあ、9時にはもう撤収してるって感じなんで、まあちょっとね、すごい遠くいい方はちょっと来られないかもしれないですけど、まあ、多少市外の方でも、まあ、無理なく来れる時間には終わるかなというところでございます。はい、なので、まあ、七夕祭り一度も見たことないっていう方結構多いと思うんですけど、まあ、今ね東北の震災以降ちょっと露店がね通りにあんまり出なくなったんで、まあ、街中に飾りがバーって出て、露店はね一角見つけの、まあ、公園みたいなところに大集結するって感じなんですけど、まあどうですかね、一度は見る価値あるんじゃないですかね。はい、って感じなんで、まあ七夕祭りちょうど見てみたかったし、だるま屋にも行ってみたかったし、六代目とも飲みたいわって方がいらっしゃったらですね、はい、ぜひ気軽に参加してください。僕はまあなんだろうな、お客様と飲むんですが、あんまり仕事感を出さないんで、気楽に飲んでるだけなんですね。もう結構なんだろう、来てくれる方も、まあ、お酒も入るし、みんな円満にやってるんでですね、まあ、僕はそんなにテーブル回ったりもしなくてもですね盛り上がれるという感じです。非常に気楽な会でございますんで、もしね興味ある方はまあ、LINE で私参加したいですとか言ってくれれば OK ですみたいな、何時にここ来てくださいみたいな話をするだけなんでですね、はい、ぜひ初めての方もですね気軽に参加してくださいと、お待ちしております。最後に平塚の七夕でゴイチくんが去年パレードで踊った後ろ姿をちょっとこの辺に載せておきますが、どうだろうな、まあ、飾りも今年も僕が関わってる町おこしの団体もちょっと出すし、まあ見る価値あるんじゃないですかね。はい、ということで、はい、ぜひご応募お待ちしております。7月の6日の夜に、暑い中浴衣でビールを飲むと最高の企画なんですね。はい、お待ちしております。